三和町記念碑三和町は、埼玉県蕨市大ら和和び、大技塚越にまたがって存在した、通称町名。1966年10月1日の住居表示実施時に廃止されたが、現在も公園や道路、橋などの名前で残されている。かつてのわらび市大ら和和び、大技塚越の各一部にまたがって存在した。 現在のわらび市南町2.3丁目の各一部にあたる。埼玉県わらび市にある郊外住宅地として、1942年から1943年にかけて、当時の住宅営団の手により、陸軍の感謝及び造兵省、被服省などの軍事工場で働く労務者養釈。現在では建設当初にひしみどり豊かな小建て住宅地へと変化を遂げている。 かつて当地は、イルマ川によって形成された、後輩出地であった。1937年5月8日に、隣接する北足立郡と田村が3年後に、開催予定の東京オリンピックのボート競技会場に、決定すると、ボートコース改作によって出る、大量の土で当地の湿地を埋め立てることに決まった。この造成工事にあたり、 県内で労働者を募集したが20名に満たず、浦和刑務所から受刑者を動員し、埋め立てが行われた。埋め立ては工事現場から線路を敷き、蒸気機関車に引かれたトロッコで土を運ぶという方法で行われた。その後、日中戦争のためオリンピックは中止になったが、工事は続行され、1940年にボートコースは竣工した。しかし、 当地の湿地の埋め立ては完了していなかったらしく、現在のわらび市立第一中学校付近は湿地のままだった。戦争が激化するにつれ、軍需産業の労働力確保が問題になった。そのため政府は1941年に住宅営団を設立した。その第一期事業として当地に約880個の営団住宅を建設した。また、 住宅営団は、この住宅団地の大半が、わらび町大技わらびあざ、ほやす作に所属していたことから、わらび、1943年になると、住民は、ここが、わらび町大技わらびあざ、ほやす作、大技塚越大公殿、戸田町大和下古殿事後の3つの地域にまたがるということから、三和町と名付け、わらび町に届けた。以降、 1966年の住居表示実施時に、南町2.3丁目の一部に組み込まれるまで使用された。同じ1940年代前半、当時は日本統治下だった朝鮮、慶城府にも朝鮮住宅営団により似たような外区の住宅地が建設され、大韓民国独立後も、ソウル特別市営東北分内道2階の一角に、当時の外区がそのまま残っている。 戦時期に防空空地に指定され、宅地はこれを活用して建設された。宅地の設計では、職場である軍需工場と住宅地で生活完結する要管理事務所、集会所、配給所、浴場、商店、郵便局などもセットで設置される配慮がなされた。A 団は当時の防空砲にのっとり開発を行っていて、主要通りに街路樹を 防開用の食事道路にし、11の小住区それぞれ、中央のオープンスペースに、防閣市を計画し設置したほか、北側と南東の各ブロックの2個1住宅配置で、南北2棟の4個でひとまとまりとして、計画しその外区の中心には、共同井戸が設けられている。戦時下という背景もあり、住民らが、生活物資配給や防空、軍事の訓練など、 当時の隣組活動を行うため、反、隣組単位の居住者組織を結成、相互扶助で成立する、こうした戦時共同体形成は、当初から実際に住む住民主体での地域コミュニティを生む。空地は、食料確保の畑としても活用され、さらに訓練場としても使用された。住宅棟に関してはすでに物資不足が深刻化しており、 開発事業後期に建設された住宅では、下見板の壁に杉板を使用し、雨どいに竹が使われているなどの建築資材の質低下が見られるが、当時の営断の標準設計に則っとる小建て及び2個、1住宅886個を2年という短期間で建てていく。こうして、防空防火用の緑や空地の多い町と共同生活の場としての外区を持ち合わせ、 他の郊外住宅地には見られない豊かさを持つ住宅地が誕生した。戦後には居住者らが借や人組合を結成して入居当初からの連帯感を継承し、1952年には払い下げ運動を起こし交渉の末に宅地の払い下げを実現させた。戦後しばらくの間は共同移動が活用され子供たちは自由に外区の内側を通り抜けていたという。しかし、 1957年に水道が引かれると、共同移動は役目を終えた。1960年頃から早くも建て替えが行われ、敷地中大きな寄りから最大限の床面積を持つ、小建て住宅が建設されていった。コミュニティの町づくり活動は、特にオープンスペースのあり方が変容してきた。畑化した空地は、戦後の1947年に、 地区の青年団の尽力で早くも児童公園を誕生させ、1953年に自治会が中心となって公園に遊具を設置。1964年に今度は婦人会が児童公園を整備した。当地が、わらび町大あざわらびあざ、ほ大あざつか大公殿、戸田町大あざ下古伝事後の3つの地域にまたがることから、三和町とした。 ありがとうございます。